はい、どうもこんにちは、ちるこです。外ちるです。私が楽しければあなたも楽しい、今日もトリクル動画頑張っていきたいと思います。トレジャーマップやってまいりました。キザルですね、こちらに行ってみたいと思います。行きましょう。はい、パーティーはこちらのパーティーにで行ってみたいと思います。行きます。よし、では行きたいと思います。ちょっとね、何回かやってみたんですが、全員ね、こう頼れるやつにしたかったんですが、ちょっとね、強い、サボを、入れてみました。じゃあターンをためながらね、行きたいと思います。終わり、最後にね、周回パーティーをね、お見せしますので、最後までご覧ください。あ、飛んじゃう。はい。よし、ごめん。あー、はい、さあさあ、どうでしょうかね。このトレジャー、しまったもうながらできないわ、私。飛ばしちゃった。大丈夫かな。多分大丈夫。トレジャーソゴフェス引いてないもんでね、頼れるやつがいないけど、まあね、私にはルフィ&イズがいるので大丈夫じゃないかなと思っております。大丈夫かな。大丈夫だね、きっと。あ、大丈夫じゃなかった。あ、大丈夫じゃなかった。書いとけばよかった。そうそうそう。ターンを稼ぐ。ターンを稼いでる感じ。そうそうそう。それ。はい。おかしいね。なんで海賊がいるんだ。これ属性違うけど、今のところは、飛んでくれます、これで。だから、あ、飛んでくれない。あ、強くなってる。逃げはしない。おお、これはちょっと初めてだ。逃げはしないよ。あ、なるほど。あ、よかった。あ、びっくりした。今までは大丈夫だったんで、びっくりした。はい。ねえ、これがね、攻撃力をアップさせちゃいけないってことだったんで、ねえ、ちょっと、って思っちゃいますよね。で、なので、これスロットの影響は大丈夫なんですよね。これスロットの影響も大きくなってるんで。多分これは、サボとハンコックは大丈夫なはず。ハンコックは大丈夫。サボは今初めて使う。大丈夫かな？大丈夫？これで、こ
これでいきたいと思います。どうかな。いやー、ダメだ。あ、しまった。しびれ考えてなかった。はい、こんな感じです。防御をどうにかすればもっと早くクリアできますよね。ちょっと考えます。はい、というわけでですね、私のシュガーパイティーを、ご覧いただきたいなと思います。これが今ね見ていただいたキザルのパーティーですね。ちょっとね変えていこうかな、って思います。はい、はい、では次が、ここはですね T ボーンのところですね。T ボーンが、まあ、技のね技のキャラを使えばいいんですけど、こう頼れるやつがねこうなかなかいなかったので、で、あ、マルコなんだ、頼れるやつだなんだと思ったんで、こんなパーティーで、行っております。で、このロビンで、船長交換ね、最後船長交換やってくるので解除して、で難なくねこうクリアしております。次、ここが、タシリアンドスモヤンですね。はい、ここでまあね、私が超進化ねしてれば全員光ってたんですけどね、全員ね取れるやつでこんなパーティーで行ってます。次、はい、次がゾロアンドサンジですね。こちらが戦国、戦国はこのパーティーで出ます。はい、戦国が心属性なんですけどね、最後あの地属性がフリースロットになっちゃうんでね、だったらじゃあもう違うね属性で行ってみようかなということで、ゾロ&サンジが、まあ、取れるやつなのでこのパーティーで、回っております。はい、はい、では次、こちらジンベイが、プリンプリンですね。こちらのパーティーで、回っております。プリンプリン、弱くないですそんなことないのかな。もうジンベイ撃てばね飛んじゃうんですよねはい、こんな感じです。はい、そう、最初ね戦国を3時で待ってたんですけどね、不利になっちゃうんでね、やめました。はい、今は使ってないです。はい、元に戻ったかな。はい、こんな感じで、周回しております。はい、皆さんどうですかね、トリザマップ、まだありますが、まあね、ほどほどに楽しんで、いきましょう。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。